いや、じゃあ、どうも、こんにちはっす。まあ、最近2日ぐらい晴れが続いてたんですけど、今日は雨ですね。今日何しに来たかと言いますと、まあ、散髪に来ました。いつもお世話になってる散髪屋さんです。結構自転車とかサーフィンとかアウトドア系が好きな店主さんがやってる、まあ、いいお店です。すごいなんか常連さんみたいな感じに言ってますけど、前来たの9ヶ月ぐらいです。それぐらいの程度にしか髪の毛切らないです。では自転車置いてお店に入ります。ではお店の方に。こんにちは。オーナーの小林さんです。小林です。自転車とかいろいろ大好きな人で、そうそう、自転車好きですよ。とりあえず拭いてたけじゃん。そうですね、すいません、ありがとうございます。汚いから。汚いから。今日は撮ってるね。今日はよろしくお願いします。許可取ってる。はい、許可取ってる。今日取りましたね。ちょっとドキドキするな、開始が。許可取ってます。荷物ちょっと汚いけど、汚いりましょう。あ、すみません、あれも一緒になんか家で行って、はい、どんな感じですかね。すみません、前髪とかすごいな。毎回すごい。もう旋盤とかこれから扱うようになるんで、旋盤、はい、はい、巻き込まれたらもう、はい、もうそれにならないんで、いや、バッチリ短めに巻き込まれた方がいいんじゃない。巻き込まれて、はい、ちょっと切ってくださいってそのまま来てくれたらいい。ああ、じゃあでかくこれごと。よろしくお願いします。短くしましょうか。短くお願いします。こんな感じ、まあ、全然僕髪型とかこだわってきてないんで、坊主かアフロかだったんで。なるほど、短くても大丈夫。大丈夫ですね。いいんですか、小林さんのスーパーセンスで。俺はこのままで結構好きだけど。そうですか。ぜひ切っていただきたいです。じゃあ、はい、切っていきましょうか。お願いします。早速シャンプーを。シャンプーからなんですね。シャンプーからします。なかなかこれは恥ずかしいっす。まあ恥ずかしいんですよ、ここの見られることないから。もう1万人ぐらい見るかもしれない。下からのアングルが一番嫌なやつでした。ああ。もう完全無防備なんで、ちょっとあれですね。どうですか、洗いづらいそうです。いや、本当大変なんですよね、乾かないし。すごい中までお湯がたどり着かないですよね。ああ、わかるっすわ。しっかりこう、なんかこうリンスとかめっちゃ使わないと、なんか絶対にいかないです。リンスなんですか。はい、リンスなんですか。使ってますよ。リンス使わないと毛玉ができるんですよ。ドレッドヘアってあれ実は天然でできるらしくて、あれになるんで。そうなりそう。いや、もう以前もここで塊をほどいてもらったことがあるんで。なかなか髪の毛現れてるところが YouTube に上がる人っていないですよね。YouTube なんですね、これ。もうなんか、おかんも音も見てるんで、ちょっと楽しいですね。いろんな人見てるんで、ちょっと。やばいな。あ、でも、やばいな。寝てしまうやつやな。どういうことですか。いや、なんか、やっぱりこう自分でやるのと人がやるのって違うじゃないですか。あ、違いますね。なんか、ダメっすわ。はい、どうぞ。ありがとうございます。よいしょ。せっかくなんで、ちょっとニューピーをマッサージしてもらおう。ありがとうございます。ちょっと触ってみたいよ。前触ったことあります。前からあったの取ってもらったんですか。
します。サリちゃんお願いします。一旦はいあれですか、一旦リーゼントっぽく、一旦リーゼントっぽくせー大です全然ちょっと想像つかないですけど全然大です大丈夫、はい、あの小林さんを信頼しますので。わかりました。最近自転車とか乗られてます、ね、自転車全然乗ってない。マジっすか。じゃあトレーラーとか買ってたじゃないですか。ええ、乗りたいんですけどね使えてないです。ちょっとね、はい、近所に引っ越してきたから、ああ、なんか乗る機会がなくて。なるほど。ちなみにあれは、はい、僕のじゃないんで。トロール、トロールは妻の、妻専用なんで。なるほどです。めっちゃかっこいいですもん。そんなもん乗ってません。乗ってないですか。やば、売ろうかな。欲しい人いったら。でもかっこいいで売るとは思いますけど。どういう、どういうね。ちょっと嫌いかもしれない。何気にそれ悪意があるセットに見えるなんか。これは必要な行為ですね。なんちゃって。でも動画用にこういう髪型してる。ええ、これもういつもこういう感じ。もういつもこれ。もう2ブロック切るときは大体。もう2ブロックになるんですね。ああ、そうですね。2ブロックみたいになります。はい、ありがとうございます。すごいこれ。すごいです。よく伸ばしたね。でも前もこんなんだよ。こんなボサボサで持ったらさ、はい、西上さんに怒られるんじゃない？まあまあ、もう反社会的勢力ですよね。それはちょっとまずいコメントだよ。あ、そうですか。もう、うちがそういう溜まり場みたいになるからやめてくれ。いや、まあ全然そんなことないです。もう隣じゃないか、王城の前の家の、うん、ちっちゃい子にあのもじゃもじゃの人って呼ばれてます。ああ、いいね。もじゃもじゃの人、もじゃもじゃの人です、うん、まあね、ちょっとそろそろ暑くなってくるとすごい暗い顔になってもするじゃないですか。もしなんか薬やってるみたいに思われたりしたら嫌なんで。まあやってるやんもんや。やってないですよ。ペイントずっとしてたらもう、シンナーでやられてるでしょどうせ。いやまあ、いや全然やられてないですよ。このなんか最近はあれなんかさ、パーティーに先週行ったね。いますか。久しぶりに。どこら辺か。島根県。ああ、なんかあれですね。うん。何がいいって言うんですか。まあちょっとあったね。自転車持っていかないですか。自転車持ってかないし。自転車持ってかないです。自転車乗りたいからね。そうですよ、ね。なかなか時間つかないですよ。どうやって乗ってるんですかね、みんな。通勤でしか乗ってないですよね。そうでしょう。通勤が一番使いやすいよね。近くなってしまうとちょっとパターンと、うん、これ多いですよね。だからエノピーも引っ越したのかな。ああ、かもしれないですね。あれ、買った？買ったみたいですね。あ、そうなの。やっぱりすごいね。すごいですね。儲かってますね、グランピー。ノーコメントで。あれなんかペダル新しいの入っちゃったね。あ、ペダル三ヶ島のあれですか。MK。はいはい。ベアトラップなんちゃら。そう。パーキーサイクルなんかインスタ見た。もう良さげです。これ欲しい。いますか。うん。用意してきますよ。池田さんが用意してきます。これ欲しい。あとペイントもしたい。ペイントますか。ペイントするか。はい。これを、はい、フレーム違うのにしたい。なんかクラストバイクみたいな、なんかいやいやいや、サーリーで、あ、サーリーですか。サーリーでいい。26プラスのまんまだったらかな。ローサイドか。そう、そうなんですね。ローサイドか。ローサイドですね。このあれでいけるって言ったら。そうですね。まあ、実は今度
ダボアナの溶接とかそういうのも、なんてダボアナ、ダボアナの溶接とかもするようになるんで、はいはい、まあ、取り付かないのも取り付けたりとかっていうのもできるようになると思うんで、なんかいろいろ幅は広がると思います。ロースサイドで行ったんだ。ロースサイドいいと思うんですよ。だいぶ形になってきたんですね。もうすでにもう耳が涼しいのがありがたいです。押す空手部みたいな。知っとる？全然知らない。知らない。押す空手部知らん。石神さんは知ってそうです。石神さん知ってると思うよ。丁寧ですか、ね、じゃあバッチリと仕上げてもらいました。ちょっと丁寧 な, なんか清潔感のある男になったと思います。清潔なりましたよね。なってます。もうバッチリ。これからもちょっとこれ維持できるようにちょっと頑張っていきます。小林さん の, あのスイートピーなんですけど、ありがとうございます。あの忙しいんで必ずあの電話で予約していただいてやっていただければありがたいです。あの概要欄にあの電話番号を貼っておきますのでそちらにお願いします。もう本当にありがとうございました。お金払わんすか。いや払いますよ。今すぐだからね。